神様の救い。このメッセージは、創造主と人間、死と生きること、地獄と天国に対する真理の答えを求める人の一番大切な贈り物になると信じます。世の中が数多くの宗教や宗教団体に溢れすぎて、むしろ混乱してしまうことがある中、唯一聖なる神様の御言葉のみに信頼できるすべての答えがあります。聖書は人類の先祖が猿ではなく神ご自身の形に創造されたアダムであると語っています。しかし、アダムの罪によって罪がこの世界に入りました。ローマ書5章12節の御言葉。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。この死は私たちの肉体が死んで塵に帰るのみならず、死んだ体から離れた魂が永遠に地獄にいなければならないことであります。エゼキエル書18章4節の御言葉。見よ、すべての魂は私のもの。父の魂も、この魂も私のもの。罪を犯した魂は死ぬ。あなたの魂は物質ではないため、あなたは地獄で死んだり、消えたりすることがありません。その代わりに、あなたは燃える炎の中で、永遠に苦しみ続けるのです。もし、あなたが救われていなかったならば、とても深刻な問題であります。なぜなら、あなたが不幸なことで突然死んでしまったら、恐ろしい、熱い地獄の炎に落ちてしまうからです。これは、嘘のない神様の御言葉によるものです。しかし、神様はあなたを愛しておられるので、今、この時にも、あなたが地獄から救われることを望んでおられます。1テモテ2章4節の御言葉。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神様は、幼い子供までも理解できて救われるように、わかりやすい救いの方法をお与えになりました。まず、自分が罪人であることを知るべきです。聖書はこのように言われています。ローマ書3章23節の御言葉。すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を受けることができず。ローマ書6章23節の御言葉。罪から来る報酬は死です。黙示録21章8節の御言葉。しかし、臆病者、不信仰者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困な者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。この聖句は、私たちが罪人だからこそ死ぬことであり、地獄に行くことになる事実を警告しています。しかし、神様はあなたを愛しておられるゆえに、神の一人子であるイエス様をお与えになって、あなたの罪を償うために、代わりに死なせました。これが人類の罪を許し、救うための神様の方法です。ローマ書5章8節の御言葉。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。あなたがいくら良いことを行おうとも、一生懸命教会に通い、バプテスマを受けることがあっても、イエス様を通さずには、罪が許されることも、救われることもできません。なぜなら、ヘブル9章22節の御言葉、血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。コロサイ1章14節の御言葉、この御子のうちにあって、私たちは彼の血潮によってあがない、すなわち、罪の許しを得ました、と書いてある通りです。神様は、使徒行伝17章30節の御言葉、どこでもすべての人に悔い改めを命じておられます。この御言葉は、聖なる神様の御前で、自分が罪人であることを認めて、罪から立ち返って、主のところに帰ることを言います。神様は、自分が罪人であることを認めて、悔い改めて神様の前に出る者には、ローマ書10章の御言葉によって、救われるように慈愛を与えられました。ローマ書10章9節、10節の御言葉。
もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この御言葉は、まず、1、イエス様が肉身を持って来られた創造主の神様であることを信じて、口で認めることです。1テモテ3章16節にも書いてある通りです。経験の奥義は論争の余地なく確かに偉大なことである。神様は肉身において現れる。2、主は私たちの罪のために十字架で血を流して死なれたこと、葬られたこと、蘇られた事実を心より信じれば救われると神様はおっしゃっています。不可能なことない。神様にとっては復活は当然であり、事実です。あなたがこの確かで間違いのない神様の御言葉を信じて、今救われることを願いながら、次のように祈ってください。大いなる神様、私は罪人であって許しを必要とします。私のすべての罪を許してください。私はイエス様が肉身を持って来られた創造主の神様であり、私の罪のために十字架で血を流して死なれたこと、葬られたこと、また蘇られた事実を信じ、救い主として心から受け入れます。私を地獄から救ってくださって感謝します。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。おめでとうございます。霊的な成長に必要な資料や信仰に関しての相談がご希望の方がいらっしゃれば、ご連絡ください。お待ちしております。